俺のデッドリフトの動画バズってんな。もう200万再生超えてるもんな。もういやーやべえな。ちょっとコメントでも見てみるか。ん？ハガセブンは290上げてたけどね。上げても日本一じゃないやん。ハガセブンの方が強くね。ハガセブンの300がどれぐらい化け物かわかる。ハガセブン300上げてなかったっけ。はあ。10一緒反抗期。こんにちは、パジャマナオです。ウッシーです。ハバラ長出身、ユッテヨタです。別にハガセブンさんを悪く言ってるわけじゃないです。ないです。まあ最初に言っとくけど、はい、全く悪口を言うとかそういうことの動画ではないんで。パワーリフティングのことまだ知らない方いっぱいいると思うので。そうですね、うん、たくさんいますよ。はい、実は階級っていうのがパワーリフティングあるんですね。で、階級がですね、59キロ級、それと66キロ級、はい、74キロ級、はい、83キロ級、はい、93キロ級、はい、105キロ級、はい、120キロ級、はい、120キロ超級、はい、かなり多くの級なんですね、はい、男子だけで8階級あるんですね。1階級変わるとどれぐらい変わるんですか。あ、ちょっとじゃあ参考までに日本記録紹介しましょうか、はい、あ、僕も知りたいです、うん、3種の合計でいきますよ、合計、はいはい、スクワット、ベンチプレス、デッドリフトのトータルですね。59キロ級、はい、587.5、やばいですね。66キロ級、はい、662.5、はい、まあもう80キロぐらいもうね、日本一ですもんね、お二方とも。だからこの全部がって考えたら、まあ、日本記録なんで、すごいです。74キロ級、はい、745、もうまたここ跳ね上がったね。また80キロぐらい上がる。ちょっとね、レジェンド級の人がね、74キロ級にはいるので。まあまあまあ、そうですね。83キロ級、はい、730。いやでも、違う、あの順番違う、これはね、これはいい子言いたい、ちょっといい子言いたいよね、はい、74の人がすごいんですよ、本当に一人飛び抜けた方が出ちゃった。そう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 。93キロ級、はい、770.5。順当に83から考えると40キロプラスみたいな。105キロ級、はい、830。もう800超えちゃう。800？ 120キロ級、はい、780、うん、まあまあでも、あのまあまあまあ、人口がね、階級上がるとちょっと強いんだね。120キロ超級、はい、はい、851。まあ、こんな感じで超人が出るとなんかそのバランスが崩れちゃうみたいなのあるんですけど、まあ、階級ごとに約50キロぐらいなんですか ね、 そうね、平均値を取ったらどうなんですかね。まあ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 、30から50ぐらい変わるのかな、うん、感じですね。まあ、そんな感じですよね、はい、何が言いたいかっていうと、階級っていうのがあって。そうですね、階級によって上げる重量って違うんで。まあ、ハガセブンさんが今ね、すごくやっぱ有名な方なんでね、はいはいはい、比較されてるじゃないですか。ありがたいことですね。そう、まあでも僕らからしたらやっぱ階級っていうのがあるから、そこであんまり比較しないでほしいよね。どっちもすごいけどね。まあどっちもすごいんですけどね。うん、どっちもすごい、うん、だから別になんかこうね、どっちすごいですよ、こっちの俺の方がすごいですよとかそういうことではなくて、うん、まあそうですね、やっぱりその重量級の魅力、軽量級の魅力ってあるよみたいな。そう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 。みんなパワーリフティング出ようぜ、出ようぜ、出ようぜ。それでは皆様、良いパワーライフを。